本日はこちらということで、なるほど。こんばんは。今日はですね、安心メンテナンス、鈴木安心メンテナンスパックについてちょっと教えていただこうかなと思いまして、はい、お時間の方いただいているわけでございますが、はい、今、まあ、ご商談されている中で、はい、たくさんの方がメンテナンスパックに入っていただいているかと思います。まあ、私も点検しておりまして、最近もほとんどの方がメンテナンスパックに、そうですね、はい、ご加入いただいてご契約をいただいているという状態なんですけれども、はい、今回もう3年前のちょうどお客様がですね、はい、車検にご入庫いただいているというところ で、ね、はい、まず一番初めにですねご契約いただいたお客様というのは初回車検パックということで、はい、車検までのご契約のパックにですね、はい、入っていただきました。これはちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、初回の車検ということで車検付きというのがここにありますけれども、まあ、軽自動車の方でですね、文字がぼやけて全然見えないですね、見えませんかね車検付きというのがありまして、はい、ちょうどこの車検が到来するお客様ですね、はい、が今ご来店いただいているんですけれども、実はそこで終わりではなく継続コースというのが、はい、ありまして、ありまして、そちらの方もですねよろしければあのご加入の方をお願いしたいと思いまして、はい、まあ、今までですね私たちもお客様の方にそのご継続コースがあるんですよということでですねお伝えはしてるんですけれども、まあ、中にはもう3年間で終わってしまうと思っていらっしゃるお客様も中にはいらっしゃいます。はい、はい、でそういうお客様にはですね、吉田君から、はい、お客様の方にぜひ車検の時に進めていただきたいと、ね、はい、この継続コースというのをですね、はい、進めていただきたいと思います。押しに押しておりますの で、はい、で実はですねその車検のパックの方も次は、最初の新車からのパックでいくと3年間、はい、で次の車検までは2年間ということで、はい、車検付き、前車検付きと、後車検付きというのがございます。そうですね、継続プランの中にということですね、はい、中にございます、はい、でそのプランもですねお客様には選んでいただきます。もう5年後にはもうこのお車じゃなく代替をしようかなとかですね思ってあるお客様もいらっしゃいますし、なので車検を受けずにそのまま代替の方にですねお買い替えの方になるお客様もいらっしゃいます、はい、そこでやはり私たちと一緒にそういったプランをですね考えながら継続コースを進めて、いきたいと思っております。はいはいはい、まずは、どのプランに入っていただいているかっていうのを、確認をしていただくというか、そうですね、もう私たちが確認する形にはなるかと思いますけれども、はい、まあ、ご存じない方はですね自分が一体どこまでこのメンテナンスパックに入っているんだろうかっていうところで、場合によっては車検1回目の新車ご契約時にこのパックには入っていただいているんですけども、1回目の初回車検は実はパックに含まれてないプランに入っていただいてたとか、そういったことも中にはありますので、そういった場合に先ほどの前車検付きですね、その、まあ、3年もし新車でご購入いただいて車検がついてないプランの場合には3年目の1回目の車検の時からまた継続できるという形のものと、例えばもう新車の時にもう初回の車検までついているもので入っていただいているお客様は、3年の車検を迎えた時にその次の2年後の車検まで入っているプランを選んでいただくという形が取れるようになっております。あと例えばその、まあ、新車を買っていただく時にパックには入ってなかったんですけど、まあ、1年間車に乗ってみてやっぱりメンテナンスパックに入った方がお得だなって感じられた場合には、そうですね、まず当社の方とお付き合いをしていただく中で、はい、やっぱりもう継続してオイル交換等にもご来店いただけるということであれば、はい、もうメンテナンスパックに入っていただいた方が、12ヶ月点検ですね、はい、そういった時の金額っていうのもお安くなっておりますので、もうぜひ途中からでもですねご加入はいただけますので、はい、そうです。これ単純に当たり前の金額ではなくて、実際に計算していきますと非常にお得な金額に、お得です、非常にお安くなっております。実際断然お得です。今その前振りだったんですね。何が始まるのかなと思ったんですけどす、ね、ここを言うための前振りだったんですね。はい、はい、まあ、本当に実際の、まあ、12ヶ月点検の点検料や半年点検の点検料、そしてそれぞれに含まれているオイル交換なんかを全部足していくとそこそこの金額にはなっていくんですけれども、ね、メンテナンスパックにご加入いただくとその分がものすごくお得な価格で、まあ、また一括一気にもうお支払いいただいて、まあ、言えば毎金でお預かりしているような形になりますので、まあ、その都度その都度毎回点検ごとにお支払いをいただくという必要が、まあ、そういった支払いの手間といいますか、そういったところもないという形になりますので、まあ、本当
払ったのを忘れてる方も中にはいらっしゃるぐらいですので、オイル交換もさせていただきましたと、はい、いうと、あ、金額はおいくらですかっていうような形で、おっしゃる方もいらっしゃいます。メンテナンスパックの場合にはすでにお支払いいただいているような形ですので、まあ、そういったそれぐらい、まあ、本当に自然にですね、点検とオイル交換を受けていただける、まあ、二重の意味でお得なこのメンテナンスパックになっておりますので、まあ後からでも入れますし、新車でご契約ご検討中のお客様はこちらのパックも一緒に含めていただけると、まあ今後のアフターというところでも非常に安心して車に乗っていただくことができるかと思いますので、はい、何なりと長野の方までお尋ねいただければと、ぜひよろしくお願いいたします願いいたします。メンテナンスパックのことに関しては、窓口となっていただいているはず、じゃんじゃん進めてまいりますと思いますので、はい、では今日はこちらの安心メンテナンスパックのご紹介でした。さようなら。